始めまーす。はい。ちゃんとマイク入ってるかなって。入ってた？何喋ればいいか分かんなかったから、パッて見て手叩きました。入ってる？マイク。入ってます。オッケー。笑える。自分でやって笑える。5, 6, 7, 8 You know what they think you're here today マスオさん、ミーローだよ。もう、すぐ突っ込まれるよすぐ突っ込まれる。これも退場だなもう、本当にいじられたいキャラなのかな。なんだろうな。いや、これはリアル間違いだと思うよ。リアルですか、うん、ウケるんですけどOkay. 時刻は8時を回りました。 FM ギナーお聞きの皆さん、 Good morning! ギナマッスリー。本日は8月の8日モーニング8、これから生放送でお届けいたします。ギノワン市急なギノワンヒルズ通り沿いにあります FM ギナーのスタジオから、火曜日担当の又吉美乃がお送りしてます。よろしくお願いします。マスオさんがツイッターでマーヨーおはようって来てるけど、マヨちゃんは月曜日ね私ちょっと2週間ぶりなので、なんかもうすでになんかあれ、なんかちょっと受け入れられてない感じ、なんかちょっと危うい感じ今ちょっとこれ泣きそうになりながら心折れそうな感じだけれども、頑張ろうかなと思ってます。しょうがない、しょうがない、しょうがないか。先週は先週は逃げたか、逃げてないだからそう、先週はね、ちょっと私すいません、別のお仕事でちょっと休みいただいたんですけど、まさかの山内さんが私が休んだ理由を、なんだ、病んでるみたいな、ちょっと病んでる、誰がそんなの見せたことないけどみたいな、心の中はね、ちょっとブラックな部分もあると思いますけど、ブラックだからね、はい、いろいろあると思いますけど表には出さないから私そうっすか。そうっすよ、多分出てないと思います、多分ね、私が思ってない、そう思ってるだけで、もしかしたら出てたらすいません。出てます。そういう時は受け入れてくださいもん、okay. さあ今日はですね、まあまあまあ昨日ちょっとね、なんか曇りだとかあんまり太陽も出てなかったようなイメージあったんですけど、今日はね暑そうだねあのやっぱり長時間車を外に止めてる、太陽の下に止めてると本当に1時間くらいで戻ったらめちゃくちゃ暑いですよね。それでいてなかなかクーラーも効きにくいみたいな、大変ですよね。だから車出るときはなるべく私はちょっとこう窓を開けてたり、あとなんていうんですか、フロントガラスの方にこうシートをかぶせてと言いますか、車の内側からやってるんですけどね。でもあれでもなかなかね、やっぱりちょっと効果は難しいですね。一番いいのは日陰を探すことだと思います。人間も車もね同じだと思いますので、皆さんね、外でお仕事されてる方もちゃんと水分補給をとってくださいね。さあそれでは今日のテーマ発表したいと思います。今日のテーマはここが変だよ私の体ですよ。皆さん久しぶりですあのね、ここ私の体ここがちょっとおかしいわけさとか、ちょっと最近体質変わったかもとか、そんなのでもいいですよ。生まれつきここがちょっとこうなってて、昔はちょっとねトラウマだったけど今はまあチャームポイントよみたいなところがあれば何でもいいです。あなたに関わるここがちょっとおかしいんだよねみたいな、あなたのこの体のこと何でも教えて何でも知りたいからっていう感じでね最近、はい、最近こうなったとか、最近こうなった、そう年取ってこうなったとかね。そう、そこですよね。年取ってこうなったみたいな、皆さんあるんじゃないですか。もうラジオ聞いてる方のこの年齢を考えるとね年取ってこうなったみたいな、まあこれが一番多いんじゃないですかね。メールいただいてますが、ちょっと追加でもうちょっと送っちゃおうみたいなのがあれば全然送ってください。797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。ゆうたしくーモーニングエイト始まります。
まあ、ジャズではないですけどこうスイングしたくなるような曲ですね。21 Pilots Ride。ザラさん2週間ぶり、本当にね、もうザラさんくらいで私のことこう受け入れてくれる感じ。そうだね。あ、鶴くんさんもほらおかえりみーのーって。鶴くんとザラさんぐらいですね。山内さんもまだちょっと怒ってますか。波ひふみさん、すでに1リッターは世界だ。早っ早っ。なるとろさんおはようございます。あ、やっぱこんなに晴れてたらさ、お出かけしたくなるよね。そうですか。なりますね。どこに行ってきましょうか。海かな。誰定番ですか。海のそばとか行きたい。もうこうなったらチャタンかな。先週はあれですかね、海行ったんですかね、朝リハビリで。リハビリで、あの心の治癒みたいな。ちょっと白い砂浜見て、波の音聞いて、聞いて綺麗だなって。誰がですか、だから。海癒やし、なんだっけ、今分からん。カウンセリング。セラピーみたいな。ないわ、もう。わぁ、新潟36度って。うそー、29度今日。もうさよ、めっちゃ差がある。高い。36って沖縄ってあんま変わらないじゃないですか。高いよ、部屋が暑い。34度ぐらいでしょ、これ。ね、今年あの日差し強くないですか。日差し強いというか、今年はあれずっと暑い。日陰でも暑い。なんでですかね。気象、気象ですか。どうにかしてくださいね。海のなんか可愛くなってますね。やっぱりさ、自然光ですよ。そうかな、うん、やっぱりそうだと思います。ちょ、間近で見てっていうか、画面でじゃないよ、まあ、はい、画面では俺ちょっとあのいろいろ補正がかかってるから、うん、あれだけど。補正かかってないですよ。何を言うんですか。何を言うんですか。スノー的な感じだからさ。あれだけど、なんかやりました。寝起きだからかな。寝起きだから可愛い。いつもだけどすけど、いつもですけどね、寝起きって。皆さんぜひ見に来てください。多分ね、あ、でも画面があれか、スノー的だからな。画面は何も、ね、修正とか言ってないけどね。ね。うんって言おうよ。うんってさ。そうですね。すね。見てる人がいるからさ。そうですね。フェーン現象で上がりました。そうなんだ。兄さんどこまでした。時刻は8時8分を回っております。 79.7MHz FM 宜野湾よりお天気と道路交通情報をお伝えいたします。まずは沖縄地方のお天気からです。本日沖縄本島地方、太平洋高気圧に覆われておおむね晴れています。降水確率は朝から夕方6時までは 20%、 その後は 10% です。日中の最高気温、沖縄は34度だそうですよ。ツイッターの方では先ほどつるくんさんが新潟昨日36度本日29度ですと言っていたんですけれども、沖縄とね、昨日はあんまり気温変わらなかったようで、というのも沖縄より暑い。びっくりです。沖縄本日は34度です。南西の風やや強く晴れ、時々曇り、ところにより夜の初め頃まで雷を伴うでしょう。波の高さは2メートルです。沖縄本島地方では8日夜の初め頃まで発達した積乱雲の下での落雷や突風、急な強い雨に注意してください。また沿岸の海域では
9日未明から波が高くなる見込みです、ね、海行かれる方は気をつけてくださいね。以上お天気お伝えいたしました。続いて道路交通情報です。まずは沖縄自動車道からお伝えいたしましょう。現在沖縄自動車道上り車線沖縄インターチェンジ付近で故障車があります。沖縄インターチェンジ付近で故障車があります。そしてお次は下り伊芸サービスエリア付近でも故障車があります。下り伊芸サービスエリア付近で故障車があります。沖縄自動車道現在渋滞などの情報は入っておりません。いい感じですよ。続いて一般道路です。現在国道58号南行き牧港からアジャまで渋滞が続いております。おそらくまあね当たり前だと思いますけれどもバスレーンが影響しているかと思います。北行き国道58号はぐすくまで一部渋滞が発生していますね。王子までは続いておりません。そしてやっぱり夏休みのせいなのかライカム付近でも現在渋滞は見られません。前原から王子への道国道58号へ通じ向かう道も一部渋滞が発生しています。中部エリアでは現在事故や故障車などの情報は入っておりません。この調子で皆さん安全運転よろしく。以上道路交通情報をお伝えいたしました。タシチ80タシチ80お送りいたしましょう。タヒチ80って読むんですかね。ハートビート80はないだろ。80かな。兄さん OK です。クエスト私の栄養ドリンクココア。コンティニューコインがチャリン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 。ありがとうございます。カリンさんおはようございます。キマさんおはようございます。ティーダカンカン、あ、そうですか。ミノン氏はね、さっき太陽出てたんですけど、なんか今ちょっと薄い雲に覆われてる感じ。薄いリクエストありがとうございます。ここは似合うね。ありがとうございます。初見。こんにちは。今日のメッセージテーマはここが変だよ私の体です。例えば生まれつきこういうところがあるんだとか、まあ、年を取ってこう変わりましただとか体質がいついつに変わりましたとか最近気づいた体の異変だとか体にまつわる話教えてください。やっぱあれですね、僕は一個だけ今言うと、はい、白髪が増えましたね。白髪、はぁ、しかもこっちじゃないですよ、こう体毛に。体毛に、へぇ、鼻毛が落ちてたら死に白いのかな。しかもですよ、こんだけ白い鼻毛あるかね、ぐらい。白髪はやっぱり頭が先ですか。いや、俺体毛からだった。あ、そうなんですね、うん。ヒゲとかもさ、白髪あるし。何歳頃から出てきたんですか、白髪。多分40ぐらい。40から。へー、白髪ってなんで出てくるんですかね。なんでかな、うん、ジジイだから。でも、そりゃそうですけど。でも若い人でも出てる人いるじゃないですか。そうだね、出るよね。初めての皆さん、おはようございます。今隣にいる山内さんがここが変だよ私の体っていうテーマで挙げてくれたんですけど白髪が増えたそうです。しかも体毛ですよ。体毛に鼻毛も白髪だったって。なんで白髪って出るんですかね。あの俺胸毛もデージ白髪があるっけ。なんでですかね、不思議。なんであんな真っ白なんだろう。あ、シンジさんもおはようございます。初めの人結構いますね。今日のミーノなんかいいって。本当？いいよね、わかるわ。なんでなんで教えて教えて。
なんか買いました、メイクとか。いや、何も買えてないですね。むしろ今日めっちゃ薄くしてます。よかった。先週休んだのはいじった？いじってない。そんな芸能人的なことしないですね。そんなお金もない。もうなんなら宝くじめっちゃ信じて買ったんで、そんなね、ここにかけるお金は今ないですね。言わんけばしもたん。いやいや。変な空気、変な空気。ひふみさん、いいね、白が少ないってよ。あ、そうなんだ。タイムですか。何歳から白が出てきました？私まだ自分に白髪を見たことないんですよ。私の体からまだ生えてなくて。なんか変な言い回したな。イエーイ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 ってかわいい。時刻は8時16分になるところです。 79.7MHz FM ギノワンから今日は何の日のコーナーをお伝えしたいと思います。沖縄手帳を開いてみますと、本日8月の8日仏滅です。大丈夫、みんな明日はね、大安だから。これ言うのが楽しいんですよね。仏滅と大安だけにしか反応しないですけど、私。そうだね。はい。今日はですね、沖縄手帳にはパパイヤの日ってありますよ。これ石垣市が制定したんですね。あとはパヤオの日、これは宮古パヤオ館雲海聖ステイと書かれてます。パパイヤの日とパヤオの日が同じ日ってちょっとややこしいですね。石垣 VS 宮古みたいになってますけど。あとは今日は蝶々の日だとか、うん、ソロ版の日というふうになってますね。なんだかいろんな日が混ざってますけれども、インターネットでも一つ目にソロ版の日と出てきてます。あとはひょうたんの日だとか、面白いね、ひげの日ってよ。じゃあさっきのあの山内さんの白髪トークは当たってましたね。はい。あとはなんかいろんな日がある。今日地球歌の日とか、発酵食品の日、笑いの日、タコの日、米の日とかね。なんかいろいろありますよ。はい。で今日花誕生花がツツジだそうです。私ツツジ結構好きなんだよな。花言葉が愛の喜びって。あのね、いつも花言葉ちょっとロマンチックなんですよ。ロマンチックすぎてなんかつまらないです。わかる、言いたいこと。わかります。なんかもっとなんか滅びの日とか。嘘つけって言いたくない。それ滅びの日っていうかね、なんかこの花言葉なんか脱帽とかなんか。そんなのがあってもね、面白いと思うんですけど、やっぱ花ってね、一つ一つ美しいのかなっていうふうに思いますね。以上、今日は何の日お伝えいたしました。サロニーさんからリクエストです。今井美希、ドライブに連れてって。蝶々の日、マスオさんとかね、首が回らないとか。シンディさん、首の骨が曲がってる。首の骨が曲がってるってどういうことですか。まっすぐになってないってことですか。いつもちょっとこう首こうかしげてる感じですか。多分それあれじゃない、背骨が歪んでるってことじゃないんですか。そうですね。ね、うん、骨盤とかさ。ザラさんか、毛根が死んでるから白髪になるって。あれで受けてしまった。毛根が死んでるんだ。じゃあ薄くなるっていいじゃない。山内さん頭よりこの胸の毛とか体毛とか鼻の毛根が死んでる。死に絶えてる。じゃあさ、だからなくなればいいのによ。
受けるとか、まさき山中さんは白髪って主にストレスと髪の毛に栄養が足りてないからじゃないって。じゃあ髪の毛はね、白髪そこまでないさ、結構ある一本だけチュンって出てる感じ、あまり目立たないですね。だけどこの本当に、あ、そうですか衝撃だったぞ、毛根が、毛根が死んでる、死んでるか、毛根どころかとか、ストレスとか栄養が足りてないそうです。海のもの食べてますか、わかめとか昆布とか海苔とか。いやだから体毛は死んでいいと思うよ僕は。いいですか体毛はいらんだろう。手の毛も全然白髪がないんだよな。見てみる。あーでも沖縄も、あー薄いですね。薄くないだろ。え、薄いんじゃないですか。え、だって腕毛ですけど。だってももうこんなの人とかいるじゃないですか。タイムね、あの腕の毛とかこんな。だからあれ見たらちょっと負けたなと思って悔しいんですよ。やっぱり日の光に当たると毛は出てくる。濃くなるんじゃないですかね。マジ？うん。じゃあ頭当てないといけないね。幸せの長白髪、今の職場に変わってから白髪が増えた。はあ、やっぱりストレスでね白髪って出てくるっていうのは私なんか聞いたことある。ナルトラさんストレスじゃないですか。じゃあチョウチョの日私も初めて聞いた。多分あれじゃない、ハチハチっていうのが、あーなるほど、なんかチョウチョっぽくなるんじゃないですか。こう数字の8を横に倒したら、横にしてね、多分ね、パチパチでサラバの日でしょ男性の方が早く白髪になってる気がする。そうなんだ、かりんさん曰く。かりんさんそうなんですか。でもそうかも、そうかもしれない。私の周りの友人見てもそうかも。今日はなんか雰囲気が、なんでかな、これね、ビーの言うじゃん今日かわいいよね、みんな今日なんでかね代謝が良すぎて汗をかきまくるのが変なところっていうか嫌なところですね。あーもうさ、まさきさん気持ちわかる。わかる。私も汗っかきなんですよ。うそ、ほんとにうそよ、ほんとに。いや女性の汗っかきはいいっすよ。何がいいんですか何がいいんですか逆に。いや、何がいいんですか何がいいんですか。潤ってるってことですか。そうですね、なんか女性の汗っかきは素敵ですよね。あ、そうですか。うん、科学的に証明されてないのね。でも今自前になって、おー、いいですよ、そういうのが。メール行きましょう。はい、関節が柔らかい。さあ今日のテーマはここが変だよ私の体で募集してますが、ツイッターの方ではシンディさん首の骨が曲がってるとかマスオさん首が回らないとかねありますけど、首に関してはね背骨が何か原因があるじゃないのかなっていうふうにさっきね山内さんとも話してたんですけど、どんなですかね。あとはねまさきさんが代謝が良すぎて汗をかきまくるのが変なところっていうか嫌なところですねってありますけど、私も手汗とかすごいんですよ、脇の汗とか。それが嫌で嫌で嫌なんだ。嫌ですね。今手術とか受けれるのあるじゃないですか。いやいやいや、汗を止めるやつ。いいよ。何がいいんですか。汗をかくのがいいってことですか。うん、何がいい、何がいい、何がいいんですか。何がいいの。ウエット感ウエット感なんていうかな、その方が本当に人間って感じ。人間って感じ。あ、そうですか。どんなかな。でもね、なんかコンプレックスになる時もありますよね。うん、これでもなんかこの例えば脇の汗とか手の汗を止める手術するとまた体のどこかがすごい汗をかくみたいな、だから聞きますからね。それはそれで嫌ですよね。結局出るもんは出るんだっていう。そうね、なんかちょっと抑えきれないとかねあるんでしょうね。大変ですよね。では
届いてるメッセージ紹介していきましょう。こちらですね。おはおはおはは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 、かっこ爆笑ってあります。ミーノモンター&山ウッチさらに爆笑ってきてますよ。ヒーフーミーです。パッカパッカパッカって誰がうまじらーよパカッ、あ、違ったバカってきてますよ。だから朝からすごいテンション高いですよ。昨日の夜に来てますけど飲んであ、飲んでるからこのテンションだったのかな。わかんない。してトン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 日ののにトンみたいな火曜日のテーマ、ワンネー行った後違う運動ですが何があるかな。ちょっと勝手になんかテーマちょっと変わってますけどね例えば両肘両肩とも永遠に骨が鳴るとか、50も目の前なのに立ったまんまからブリッジできて、さらにブリッジまんま歩けるとか、あ、それから怪我しても治るの早いし、牛乳飲まんかったのに178センチあるとかかな、でかいムーミンこっち向いてじゃない、ねえミーノこっち見るなか、安静バイバイキーできてますか。すごいテンション高いですねどこをどう掴めばいいのかちょっとよくわかんないんですけど、まず今日のメッセージ内容から触れていいですか、うん、永遠にやっぱ本になる人っていますよね。いる。これってずっと鳴らしてたら痛くならないんですか。私はその部分がないんですよね。永遠に骨が鳴るっていうところがないので、たまにちょっと指とかねポキポキ鳴らすくらいですけど。あら、そうですか。まあね、ひふみさん50歳前なのに身体能力高いですね。すごいね。でもブリッジしたまま歩けるってちょっと怖いですねちょっとね、ちょっと私はなんかホラーな部分を感じてしまいました今度やってほしいね。やってほしいですねでも178センチの人がブリッジしたまま歩くっていうのは死に早くめっちゃ速いみたいな怖さよすごいね。あれなのかな、昔から身体能力って能力が高かったのかな、うん、すごいね。今度機会あったら見せてください楽しみにしてます。こちらも紹介いたしましょう。ミーノハッスーヤッキーです。今日のテーマ、ここが変だよ私の体。四十一になるオイラ、変というか気になっているのが耳の毛。気がついたら指で抜いたり毛抜きで抜いたりしてるけど、なんで必要ない部分に毛が生えてくるかな。不思議よね。でも本心で言うと老化現象なのかと思う。今日この頃みんなも耳毛生えてるって。私まだないような気がします。あ、え、何、山内さん今抜いた。え、何今毛抜いた。耳毛抜いたあったあったんですけど。どっから抜いたんですか。こっち耳の中ですか、うん、何センチの長さくらいです。1センチくらいの毛があったそうです。ちょい濃いめ。それ鼻毛じゃないんですか。鼻毛よりちょっと細いぐらい。あら、もうおじさんってことですね。やばいな、うん、でも不思議ですよね。なんかおじいちゃんとかね、思い出し見ると年取ったらさ、人って耳大きくなりません？あ、そう。うん。おじいちゃんとかおばあちゃんって耳大きくないですか？え、これ私だけが思ってたことなのかな？じゃないか。本当？あと鼻の穴とかもなんか大きくなってる気がしませんか？年寄りって。え、ちょっと賛同してくれる人いないの？なんか山内さん全然なんていうの、乗ってくれないから私だけがなんかアファーしてる感じ。変な雰囲気です。ごめんね。アファーっていうのはちょっと沖縄の方言なんですけど、うん、変、なんかちょっと、ね、アファーってなんて言えばいいですかね。変な雰囲気出てきた、ちょっとアファーしてるって言ったらなんか変な雰囲気っていう意味なんですけどねあれ、年取ったらこう耳が大きくなるとか鼻が大きくなるって私思ってました、うん、ないな。そっか、ちょっと悲しいなじゃあね、私のここが変だよ体、ここのね、ここが変で私の体っていうのを一つ挙げると、ね、最近気づいたんですけど、右足と左足の足のつま先の感覚が違うんです。感覚が違う。どういうこと？
ちょっと前にこの足の指なんかちょっと痒くて、足だと親指の方とかちょっと痒いたんですよ。右足痒いてたらなんか分かります、ちょっと麻酔打ってる感じ、麻酔打たれてるところって触ってもなんかこうあんまり感覚がないじゃないですか、うんうん、強くつねってもなんか痛くないみたいな、そんな感じで強く書いても全然なんですよ。壊死してんじゃんか。そうかもしれない。いやいやいや、待って待って、あの結論出るの早いですねしかもちょっと残酷な方でしたで試しに左足反対の足 を強く書いたらやっぱ痛いんですよ。ちょっと右足と左足で同じ強さこう書いたら全然感覚が違くて、あ、私ちょっとこれ病気なのかなとか思っちゃいましたね。一緒ですよ。一緒ですか、うん、私だけなのかな。で足の甲をあのなぞると右足だけちょっとつま先の方がなんか痺れる感じがします。やばいね、なんかね、なんか血管がちょっと悪いのかどんなのかちょっと分かんないんですけど、これ女性あるあるなのかな。女の人どうですか、もし聞いてたらちょっと知りたいな、ね、カリンさんだとかね教えてください。さあね、こんな感じで冷え性だからか、ああどんなですかね。でも若干今ちょっと熱くなってきてますけどちょっと開けました、ちょっと開けましたニコニコじゃないですよ、下げようかなもうね、こんな感じで皆さんあの体に関すること、どんどん送ってきてください。高松真理さん、うーん、ないって返事が来ましたもうね、話が終わってしまいましたねさあ皆さん、メッセージ待ってます。797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。かりんさんもないですわってごめん、下げちゃった。大丈夫です。さあ、ヤッキーさんからリクエスト来てました。サザンオールスターズ、何これ、 C 調言葉にご用事、面白いですね。C 調言葉というのは調子がいいっていう言葉ですね。くどき、もうくどいてる風字。そうなんだ、うん、汗っかきはエッチらしいよ。本当ですかそれは。いや、ミーノは違うと思うな、こっちのだからな汗っかきはエッチらしいよ。これも面白いですね。でもさ、汗っかきがちょっと色っぽいっていうのはあるわけよ、なんだか知らんけど、感覚的に。なんだそうなんだ、うん、もう戻れないけどね、今度見せるさ、見たい見たい。あ、おっぱい店行きたいな。みんなおっぱい店行ってこうぜ。はい、おっぱい店ってやってるって聞いたんで。死ぬ気の何かで聞きましたね、おっぱい店やってるって。おっぱい店って何なの。いろんなおっぱいが見れるの。いろんなおっぱいが飾ってるんじゃない、飾られてるんですか。あ、行ってみて。面白い。耳以外がしぼむの、鼻の穴が大きいのあれじゃない、こじり経験が長くなるからじゃないちなみに思ったことないな。あ、そうですか。ほら、なんか耳が大きくなってるの気がした。今日はやっぱちょっとアウェーですね、一周アウェーですね、うん、このなんか2週間置いた感じが、そうそう変なところ、そう、感覚違うんですよ。生まれた時からテンパーかかってたらしいマサオさん行こう、今日時間あったら。いいですね。なんか一人で行って恥ずかしいさ。おっぱいにまつわる作品がいっぱい集まってるみたいです。ミノさん、しびれは軽視しない方がいいですよって。本当？あら、ちょっと病院とか行った方がいいのかな。そう、ちゃんとこう、しびれるんですけどって。あの、幼児に越したことはないですよ、体は。なんだろうね。そうくん、生まれた時から助産婦さんに漂白剤につけたくらいに美白ですねってくらいに男子ながら肌が白い。ああ、そうなんですか。お、親の遺伝とかですかね。
沖縄の人でもめっちゃ知る人いますよ。いるよね。あ、すごい。女の子とかね、うん、そういう人って焼けないんですかね。肌黒くならないのかな。なんだろうね、ちょっと肌が弱いってイメージがありますね、うん、すぐなんか日に当たったらすぐ赤くなってすぐ剥げるような、そんなイメージ。サタビ系の話なんですが、僕は 100% うちなんちですが腕の毛がかなり薄いです。ゆうきさんはあまり太陽の下に出ないのかな。出てるけど毛が薄いのかな。でもさ、俺さ腕の毛は濃いけど薄い部分もあるよ。毛どこですか。わかんない。オッケー。多分ね、人によってちょっとばらつきはあるんですよ。こっちは濃いけどとか、不思議、ひげが薄いとか。母親以上に肌が白。あ、そうなんですか。じゃあ遺伝ではないんだ。私はカニトみたいになってるっていける。おっぱい店は今日まで、モデルはまだまだ募集中って。面白いですね。ゆうきさん外に出る方です。あ、そうなんですか。外に出る方ですか。じゃあミーの校内行こっか。はい。体毛が伸びる。つんかべ。めっちゃ来てるからさ。いい。今日お昼はラーメンを食べに行きます。お、どこに。あの宜野湾コンベンションの近くかなに、うん、私の知り合いがラーメン屋さんオープンして、へー、ちょっとそこに行こうかと。ラーメンね、好きなんですよね。ラーメン嫌いな人ってあんまりいないんじゃないかな。あのさ、美味しいラーメン屋教えるなって。お、前行ったっけ。どこですかね。こっちの近く。あとで教えてください。うん、とってもうまいよ。てん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 。さあ、火曜日ということでこのコーナーミノリズムスイッチね、やってきました。いいはずです。よかった、はい。ま、8月に入りまして、私7月に観光月間キャッチコピー募集中の、はい、ちょっと宣伝したの覚えていますでしょうか、うん。沖縄は8月は観光月間ということで、この8月のキャッチコピーを一般から募集していたんですね。でそのキャッチコピー決まりまして、まあ、ハイサイだとかハイタイというふうに大きくみんなでちょっと挨拶もしようねっていう感じで、そんな感じのキャッチコピーだったんですけれども、言うエコーかけるか、言う、今言う、大きい声ですか、うん、OK、 宜野湾市民に届けましょう。ありがとうございます。がキャッチコピー、おそらくそうだったと思います。ハイタイハイサイでなんていうか、ウトゥイムチだったかな。
の心をみたいな感じで結構普通だなと思っちゃいました。覚えてないやん一生懸命今調べたんですけどキャッチコピー出てこないんですよねもうただ私が今ハイタイって叫んだ沖縄の人がこんにちはっていう時沖縄の人はハイサイって言うんですけど女の人はハイタイって言うんですよ。でまあ沖縄にいらっしゃいウトゥイムチっていうのはおもてなしの心っていうことだったと思うんですけど方言で、まあ、これが決まりまして結構は普通だなと思ってなんかもっとねひねったのがあったら面白かったなと思ってなんかダジャレっぽいのがあったらね面白かったなとか思ったんですけどまあまあまあ決まったということで。でですねなんかいろんなところでミス沖縄だとかナビゲーターの琉球ゴールデンキングスの選手とかが観光月間ですよってね沖縄にいらっしゃる観光客皆さんでなんでメンソーレっていうかおもてなししましょうねっていうふうにいっぱい言ってるんですけど私が思ってた観光月間とはなんか違うなと思って。もちろん沖縄に来る観光客に対して優しい心でおもてなしというか接するっていうのはもう当たり前だと思うんですけど私が思ってた観光月間は沖縄の人も観光しようぜって呼びかける月間だと思ってたんですよ。なわけないですか。だって一般の人が観光客と関わるなんてなかなかないと思いません。街中で見かけて自分から動かない限りは観光客と触れ合わないじゃないですか。だけど困ってる外人がいたら助けましょう。そう助けましょうっていうの分かるんですけどでも自分が観光とか旅行しないと観光客の気持ちなんて分かるはずもないし何に困ってるだろうとかどんな時に助けが欲しいだろうとかっていうのはやっぱ観光しないと分からないことであって、で沖縄の人が沖縄の観光するっていうのももう正解だと思うし沖縄を出て観光するっていうのも沖縄の魅力に気づくことがあると思うからなるほどすごいいいことだと思うんですよ。いいことよね。だから皆さん沖縄にいらっしゃる観光客みんなでもてなそうねっていうだけじゃなくて皆さんも旅行に出かけましょうっていう方が私は観光月間っていう名前にふさわしいんじゃないかなと思いました。いいことよね一応これでも観光について勉強してた時期はあるんでねびっくりだよね自分でもそう思うだからさもうね高いお金払ってどっかに旅行するとかじゃなくて本当に近場でもいいです。私の中では日常を抜け出したらそれが観光とか旅行につながってると思うのでもう1時間くらい離れたところにね車で行くのもそれはそれで私はすごい刺激になることがたくさんあると思うからそれは観光とか旅行にかなってると思う。なので皆さんもですね、まあ、沖縄はですね観光月間ということですので天気もいいですからね最近ちょっとね台風が近い時はちょっと悪かったですけど今日も天気がいいのでもう週間天気予報だとか見てお子様がいるところは夏休みですからねお子様と一緒にちょっと遠出したり何か思い出作りにやるのもいいのではないかと思います。観光月間です皆さん。さあ旅行観光して楽しみましょう。以上ミノリズムでした。いやこの曲めっちゃ好き。めいちゃんさんからのリクエストです。ビバリー I need your love。 ビバリーって言うんだ。ビバリーです。ビバリーしかも日本人とは思わなかったな。なんかどっかの血が混ざってる。ビバリーか日本人じゃないかどっちか。でもアジアのどこかだったと思うんですけど。ほら眉毛の形変えたとか来てるよ。本当ですか、うん、あれじゃあもう先週休んだのでプチなんとかですよ。プチ整形ではないですねプチなんとかって言ったらもうそれしか思い浮かばない。もうプチですよプチそうウェルカムしてみましょう。初見さんUMP 何位っていうのかなよろしくお願いします。
この繁忙期に沖縄の人が観光に出たら大変だなって観光業に携わってる人はね大変だと思いますけど、そうじゃない人はぜひプチ夏休みを取っていいじゃないですか。今週は3連休のところもあると思いますけど、皆さんはいかがですかね。プチってないですよ、みやちゃんさん、プチってないですよ。今夜は栄町にニヤニヤニヤって。いいね。まあそれもいいと思いますよ。私は飲みに行くときはあの観光気分、旅行気分で行きますから。趣味無臭さんとちょっと似てるのあるかもしれないです。いいな。栄町行きたいな。なかなか行く機会ないですよね、沖縄市からだと。今観光客も多いみたいですね。行ってみたいな。昨日びっくりしたのが、地元の食品館に中国人観光客がいたことです。もうさ、どこにでもいるな。びっくりしました。おやおやみたいな。キーバイトルベンじゃないかおかね。びっくり。問題になってましたね。あれはやらないですか。2倍。中国人観光客だけに2倍取ってたって。ああのビーチの。うん。あれはさ出た。あれはちょっとびっくりですね。一応なんかもうすぐ壊されるとか。あすぐ撤去される。いろいろなんかこの傘がすぐこの壊されて大変とかっていうのあるけど、いやいやいや。それはな。差別ですね、これは差別です。もともとしかもそこお金取っちゃいけないところらしいですけどね。営業も営業やっちゃいけないところらしいですよ。ああそうなんだ。そこのビーチ、のビーチ、そもそもって言ってました。そうですね、お金は取られないんだ。はい、なんかそこで営業するのはダメっていう風になってるはずだけど、ダメっていうかでもそれも今取り締まる法律がないらしくて。OK、じゃあメリコか。BGM にしましょう。いくよ。さあこの歌を聴くとね、なんかちょっとすっきりしますね。夏っぽい、ね、夏っぽい。気持ちいいですね。マスオさん、日本語の接客だったのにあたふたした瞬間から急に英語になった場合の対処の方法を教えてくださいって。どういうことですか。急に英語になった場合、あ急にかんなんか外国人観光客かなが来たってこと。中国人とかに思われたかもね。そういうことかな。もうそういう時は笑顔ですよね。もうずっと笑顔ですよ。喋らず。そうそうそう。あーハローとかね。オッケーって。自分がされたら嬉しい接客をでいいんじゃないですか。されたら嫌な接客はしないっていうのはもうね、わかると思いますけど。うん。うん、分かる範囲の単語なら通じるかと。うん、そりゃそうですよね。気持ちですよね。あと思ったのが、あの韓国人の観光客って日本人より英語喋れないんじゃないかなと私思う時があって。あの前那覇に行った時になんか携帯電話を片手に持ってキャリーバッグを引きながら歩いてる2人組がいたんですよ。で英語で話しかけたら韓国人だったんですね。言葉を聞いたら、どこに行きたいんですかって聞いてもなんかんみたいな顔されるし、英語で、うん、ホテルって聞いてもんーみたいな。でスマートフォンで地図見てたので覗き込んだらホテルのところを探してる感じだったんですよ。もう連れて行きましたね。一緒に行きました。でもそういうことですよね。言葉が通じなくても一応こうどうにかしたいっていう気持ちがあればちょっとでもいいかなんか手伝うみたいな、これが一応ウェルカムチュっていうことなのかなと思いますけど、英語が通じなかったら大変ですね。ハローだとかホテルとか通じなかったら大変。さあ皆さんどんな経験がありましたでしょうかね。でも山内さんは今衝撃的な言葉を私に書いて見せたんですけどね、放送なのであまり声に出しては呼びませんが、はい、届いているメッセージ紹介しましょう。
またよしみのさん &FM ギノアの山内さん、モーニングエイトネーム、今日もおかしな銀のトロンボーンです。お二人さんおはよう、あいみーのおかえり、先週は新婚旅行で休みだったのってだったらいいのにね、本当にね、涙涙。今日のテーマ、ここが変だよ私の体。足の裏を指で押すと一点だけ痛気持ちいい、他は普通に気持ちいいけど。それから耳の形かな、耳の縁が1センチくらいの幅で反り返って曲がっている。はあ、なるほど、そういう方いますよね。あと頭皮を前後に少し動かすことができる、かっこ手を使わずに。はあ、なんかこう力入れたらね、こう頭動くみたいな感じありますね、特技で。あれできるの人すごい、できない、あれ耳動かせる人とかいますよね、手使わないで。やってみて、今動くかな、ほどんなって力、なんか感覚だ、感覚、ここを見せればいいのかな、うん、おお、ちょっと動いてんじゃん分からへん私には見えへんねえ、もうラジオ聞いてる人は何をやってるのかって思いかもしれませんけどあー、耳動かすのってね大変ですよね、あれきっと。どんな種力入れてるのかな、すごいね。なんかこう体を使って特技がある人っていいですね、見せることができるのがあるって。私そういうのないからな。あと私の体ここが変っていうのは、コーヒーを、なんだろうな、コーヒーだけを取っちゃうと貧血になるっていうのに最近気づいた。朝コーヒーだけとか、ちょっとお昼ぐらいからもうフラフラになりますね。血が足りないかもな血糖値があんまりよろしくないのかな、うん、なので最近ちょっとコーヒー飲むのがちょっと怖くなってますね。ちょっとバランス悪くないですか、食事の、食事のバランスですか、うん、肉も野菜もちゃんと肉食べてますか。とってますよ、肉に関してはもう大好きですね、うん、ほぼほぼ毎日っていうくらい肉食べてる、食べてます。あ、じゃあ好きですね、野菜もそうなのかな、どんなんですかね、バランスの取れた食事、なかなか難しいですけどね。じゃあこちらも紹介しましょう。みーの山ちゃんおはよう、エコザイルですよ。テーマはここが変だよ私の体ね。ズバリ小指が短い、手の指ってこと、しかも両手、あ手なんだね。第二関節が短くて、こっちか、短くて小指だけ曲げようしても薬指一緒に曲がる。あーこれはね難しいよね。普通じゃん、うん、手袋すると小指だけブカブカしてるさってなので三振引くときに小指で押さえられないから薬指で押さえてるさ。現場からは以上です。あ、いますよね三振でね薬指使う人。三振は普通薬指はあまり使うことはないんですけど、でもいますよね小指がちょっとできないっていう人は。そっか、小指の長さが、あれ違う、あら、あら、山内さん小指の長さが両手違う、どうしたんですか、切られた、あいやだ、違うよ、あなたが噛んだ小指が痛い、でも噛まれたんじゃないですかこれ誰の歌だったかな一応ね結構懐かしい夏メロですよね今のミーノから出ると思うんだ、私も歌うとは思わなかったですまさかねさあさあさあ皆さん、まあ、こんな感じで今日はあなたのねちょっと見せたい体、私のここ変だよっていうところを教えてください。あといつ紹介しましょう。みのさん、スタッフの皆さんおはよう、函館20度っす本当ですか、涼しい、いいですね。ツイッター見ました、車のドアにぶつけてドア壊れたって、ドアの修理代痛いべさ、車かわいそうって。違いますよそうなの、私違いますよ、車のねドアに私足ぶつけちゃったんですよ、あざが治らなくて、このあざがねとっても治りづらい。小学生の頃とか怪我しても1週間で普通に治りましたよね、傷口も塞がって綺麗になったと思うんですけど、やっぱりもうね
年こう重ねるごとに治りってね、怪我の治りって遅いですよね。あの私のこの青タンっていうんですか、朝が全然消えなくて、まだある、あれからもう1週間以上経ちますけど、ちょっとほらここもまだ残ってるんですよ。少年みたいな、少年みたいな写真、本当に本当にちょっと筋肉質みたいな写真で、私ちょっとね恥ずかしいんで、なかなか生足はちょっとね見せることできない。そこにびっくりしたわ。そこにびっくりした。あざはいい、何の話だったんですか今。ベッセルホテルの新しいイタリアンレストラン、生らうまいよね、ワインたくさんあって揚げピザによく合いました。ベッセル地下に駐車場あって生ら便利。又吉さん、チャタンのことなら何でも聞いてね、函館マウンテンさんからいただきました。ありがとうございます。そうなんですよ、チャタンにね最近遊びに行った時に、ここのレストランにみんなで食事しに行こうということで、友達だとか知り合いっていう感じでね3人で行ってきたんですけど、私北谷町というところで大使してるんだけど、あまりにももう店が多すぎてどこに何があるか分からなくて、マップを手にしましたね。あっち多いもんね。はい、びっくりしました。裏にもちっちゃいのもいっぱいあるし。そうなんですよ、2階もあるしね、うん、で私は実を言うとあんまりカフェとかはあんまり実は興味がない人なんですよ。まだちょっと興味が持ててなくて、行ったら行ったでなんかこう美味しいね食事もできるし景色もいいとか雰囲気が楽しめるんですけど、なんかなあんまりカフェとかちょっと興味がなくて、でも今回そのイタリアンレストランに行って、あやっぱりいいなと思いましたね。大人の楽しみって感じがしました。子供だから無理しないでいい、無理しないでいい。まだ背伸びしてたかな。背伸びしてます。いや本当にね、まあ、ちょっとお金と相談しながら余裕があるときに行こうかなとは思いました。いや函館マウンテンさん北海道だけど私より茶壇のこと詳しそうですね。いいですね。そして20度って涼しいな。寒いよ、ね、寒いですね。確かに北海道はどんなですかね。風とかも強かったりしますか。海の方は強いかもしれませんけど強いですかね。あ、そうですか、うん、今の時期はあのお花とか結構咲いてるんですかね。はー、いいなー、やっぱなー北海道行きたいなー。広すぎてなかなかね全部を回ることはできなさそうですよね。沖縄狭いからね。沖縄の観光客多分3日4日あればもう十分な気がします。でもさ、離島あるから。あ、そっか、そう離島は含めると、うん、なるほど、厳しいと思う。うん、1週間いても足りないくらいかも。そっかそっか、わかりました。ではですね、この後一旦ニュースを挟んでまた戻ってきますので、時刻はもう9時を回るところですよ。早いですね。この後ニュースを挟みます。そしてその後も今日のテーマ、ここが変だよ私の体についてお送りしますので、この後もですね皆さんど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 んツイッターでつぶやいたりメッセージお待ちしてます。よろしくお願いします。いいなぁ、北海道行きたいなぁ。いいね、北海道行きたいね。右利きですか、何か作業するとき左利き。すげぇ、それ両利きじゃないですか。カリンさん、わかるわ、怪我の治り遅くなったわってね。ぇ、なんでですかね。僕はリアルにショッカーしてます。本当ですか。仕事、あ、サロニさん、いってらっしゃい、頑張ってくださいね。さあ、沖縄ではどんなニュースがあったんでしょうか。この順番でやろう。人権擁護委員会、移植状を伝達。那覇地方法務局沖縄支局はこのほど、宜野湾市役所で人権擁護委員会移植状と感謝状の伝達式を開きました。金城局長から6人に移植状が手渡されました。また6月で退任した玉寄さんと宮城さんに感謝状が送られました。玉寄さん、どういうことですか。年に2、3日ぐらい何がですか。なんだろう、温泉的な
アメリカの普天間飛行場所属の垂直離着陸型輸送機 NV-22 オスプレイ1機が7月7日午前10時40分ごろ同飛行場を離陸しました。マスオさん何でもやってんな。5日に普天間飛行場所属のオスプレイがオーストラリア東海岸で、この時間琉球新報沖縄タイムス八重山日報沖縄本島版から記事をお伝えします。まずは琉球新報総合面からです。オスプレイ飛行強行。アメリカ軍普天間飛行場所属の垂直離着陸型輸送機 MV-22 オスプレイ1機が7日午前10時40分ごろ同飛行場を離陸しました。5日に普天間所属のオスプレイがオーストラリア東海岸で墜落した事故を受け、日本政府がアメリカ軍に求めていた飛行の自粛を無視して飛行を強行した形となり、日本政府は事実上黙認した状態で県民の反発の声は一層強まりそうです。続いて沖縄タイムス総合面からです。宜野湾市長救命求める。5日にオーストラリア東海沖で発生したアメリカ軍普天間飛行場所属の MV-22 オスプレイの墜落事故を受け、宜野湾市の佐喜真市長は7日、市役所に沖縄防衛局の中島局長、外務省沖縄事務所の 川田大使を呼び、オスプレイの飛行停止や事故原因の究明などを求めました。長島局長は市民に新たな不安を与える事故で誠に遺憾、しっかりと対応させていただきたいと述べ、改めてニコルソン市軍調整官に要請したことを説明しました。続いて八重山日報沖縄本島版からです。漁船領海侵入の防止要求。石垣市の尖閣諸島周辺に昨年8月の中国の休業明けに200から300隻の中国漁船が訪れ、中国漁船が押し寄せ、漁船の一部と多数の公船が領海侵入した事案を受け、日本政府が中国に対し同様の事態を再発させないようたびたび申し入れていたことが分かりました。日中関係筋が7日までに明らかにしました。おしまいに琉球新報市町村面からです。人権擁護員委嘱状を伝達。那覇地方法務局沖縄支局はこのほど宜野湾市役所で人権擁護委員委嘱状と感謝状の伝達式を開きました。金城局長から6人に委嘱状が手渡されました。また6月で退任した玉寄さん74歳と宮城さん71歳に感謝状が贈られました。以上、この時間は琉球新報沖縄タイムス八重山日報沖縄本島版から記事をお伝えしました。オスプレイが落ちたのってまだ原因が分かってないんです。舐められてますな。うん？舐められてますね。そうですね。これだって沖縄に落ちた可能性もありますもんね。ちゃんと言えばいいのね。整備がね。操縦してた人は大丈夫だったんですかね。ダメなんじゃない？だって墜落ってですよね。避難脱出とか多分できてたのかな、7月21日あ移植状もらってきた。あ、そうなんですか。
ごいな。北中のってこと？うん。お互いの体が継続的に入れ替わって相手の悩みの後に惹かれ合う。そうなってから言いたい。全然前世。もうね、隕石が落ちるのを防ぐことができるかもしれないですね。あ、見てないんだよ。面白い？とても面白いです。なんか今さら見れないよね。そうですか？うん。私映画館で見て DVD も買いました。なんかさ、今さら見てもっていうあれが非常に強い。このひねくれ心。うわー、もうひねくれてる。ひねくれてるわけよ。なんかあの大人が見ても楽しいし、考えさせられるので。子供が見ても笑えるところがあるので楽しめると思いますけどね。何言っても見ないな、これは。これダメだな。ダメだな。見ましたか？君の名は。パチパチ。私の体と変なところあるかな。ん？体の変なところ。なんかさ、北海道気分をつとか北海道オフィシャルファーストというところから写真が来てる。どういうことか。わかんない。メール。いくよ。はい。さあ時刻は9時になりました。 79.7 メガヘルツ FM ギノワからモーニングエイトをお送りしています。ミノです、よろしくお願いします。2週間ぶりです。なんだかちょっと疎外感さえ感じております。ギノワ市上空ですね、先ほどまで太陽が出たり隠れちゃったりっていう繰り返しなんですけど、今は薄い雲に覆われて太陽の光はなんかこう差し込んではない感じですね。海の方を見てみますと、海と空の境目がもうちょっとグラデーションになってね、ちょっとぼやっとしておりますよ。ということで今日のメッセージのテーマが、ここが変だよ私の体って、皆さんからメッセージ募集しております。もちろんリクエストだとかフリーでもメッセージお待ちしておりますよ。送ってきてください。797@fmginowan.com 797@fmginowan.com です。残りだいたい20分くらいですけれども、最後までお付き合いください。よろしくお願いします。さあ今届いているメッセージ紹介しましょう。よい子のみんな、こんにちは、サウロ兄さんだよ。ルン、サウロ兄さんから届いておりますよ。あのね、サウロ兄さんね、なんでかわからないけどね、体のあちこちからねポキポキ鳴るよ。ルン、骨は折れてない、バイバイ、終わりって。あちこちかい。それもあれですね、永遠にこう骨が鳴るってやつですかね、これは。うん、体ね、私はなんだろうな、足と手しかもう鳴らしてないかな。小学生の時はこの腰とかね、おひねってポキポキやってましたけど。首とか、ね、首鳴らします？昔は。怖い。なんか自分でこう鳴らしてキープしないそうになりません？変ですね。よくあの映画であるじゃないですか、後ろからこう羽交い締めみたいにして首をボキッみたい な, なんかあれやったら本当にあんな風に気絶するんですかね。本当に やめてもらっていいですか？自分でやったらならないのに。当たり前だろ。なんで人がやったらなるんですか？自分でやったら止めるの。不思議ですよ。一応これ昔からなんでかなと思ってた謎の一つです。あ、今鳴らそうとしてる。ダメだよ、気絶したら。痛い痛い。山内さん気絶するからやめよ。今首鳴らさないでいいよ。もう本当に笑わす。さてお次は、先ほどリクエストをおかけしました進撃のめいちゃんさんから届いております。復活のミーノ山内さん、お疲れ様です。
今日は急遽で人手が足りないからということで朝出勤になったので楽しく聞かせていただいてますね。多分今週金曜日かな。みーのとみとん幸せドキッとの場所にいますよね。私も行く予定なので楽しみにしていますね。ではではここが変だよ私の体って言われても私の体にそんな変化がないし何もないし、あったらお仕事に生かしてると思うんですよね。ではまたお仕事頑張ってきまーすって。体変なとこないですか？いいね。変化ないですか？いいね。あ、そうですか。異変とかもないですか？別にね、なんかこう期待してるわけじゃないですけどそうなんだ。あ、何があったかな。私はね、昔はよく鼻血が出た、うん、よく鼻血出てた鼻高いからかな今はもうほとんど出ないですけどね。なかなかないですよ、鼻血なんて。もう何年も出てないですよ変化ってね、やっぱありますかね。あ、かかってきましたよ。ではおかけいたしましょう。ムッシュさんからのリクエストです。ラッドイプス、全然前世。君の名は見てまへん。あ、やっぱ見てない人、カリンさんいるんですね。なんかきっかけないと映画ってのは見ないんですかね。面白いと思わないと。してきたんだよ。あの、アニメの映画では珍しく、あのオープニング曲とかがあります。ん？君の名は。ドラえもんとかクレヨンしんちゃんって映画版では最初こうちょっとストーリーねが流れて、うん、その後にオープニング曲かかるじゃないですか、うん、あんなこといいなできたらいいなとか、うん、なんかディレクター誰々みたいな、うん、あんな感じで君の名はもうあのオープニングがあるんですよ、うん、でこのオープニング入るタイミングもすごく素敵だし、なんといっても絵が綺麗だし、そこでちょっとグッと引き込まれましたね。この2人が入れ替わることによって何がどうなるのかとか、もう一度見たくなると思います。ひふみさん、右手で丸を描きながら左手で三角描けます。これ匿名さんから。あら、そう、リアルです。面白い。まあいろいろあるんですな。やばいっすよ。はあ。ザラさん、北海道出身の僕、俺が北海道の旅行案内するよ。やっぱね、地元民が案内してるとなんかディープなところ連れてってくるそう。君の名は何回も見ましたって。君の名は好きがいますよ。いやいやいや、なんていうんですかね、もう今更見れないっていうことですよ嫌いとかじゃなくて、なんかもういいな。パイレーツ・オブ・カリビアンをもういいなーで見てないのと一緒なんですよ。全部見てないわけ。いやいや、この業界にいてここまで世間が動いたものを触ってないって本当にね、もうこれ以上何も言わせないかのようにもう無言で今もう音をね小さくして私にこのマイクを向けてきましたけど、まあね、山内さんがね、君の名は見てない理由はもうなんかもう今更感があるみたいなこと言ってますけど、どうでしょうかねこの業界にいるからね、ね。ではでは皆さんのね、ここが変で私の体届いていますので紹介したいと思います。ラジオネーム浜崎さんから。みのさん、おはようございました。こう言ったら女性陣から嫌われるかもしれませんが、僕は食べても食べても太らず
食べ終わって30分もしないうちにまたお腹が空きます。いいね。イカ水なのかただ単に消化がいいだけなのか。ちなみに福岡にいた時は夕食後に毎日のようにスイーツ食べてました。いるよねこういう人。あなたもそうじゃないの。私はあの太ってた時期もありますから、うん、はい、あの浜崎さんとはちょっと違いますけど、だし私はあの結構満腹なる、すぐ満腹になります。小食ですね。小食っぽい。小食です。あの食べ放題行ったら元が取れないで残念な人になります。ああ、ぽいぽい、いつもぽい。あの最近動画で久しぶりに見たんですけど、やっぱりあのギャル曽根さんはすごかったですね。すごいね。すごい、あの食べ大食いできる人とかめっちゃ食べる人って、早食いとか大食いできる人ってもうなんかお腹いっぱいっていうよりも顎が疲れたとか言うんですよね。口が痛いとか手が疲れたとか。マジかと思いますけど。ねえ、満腹中枢がちょっとね狂ってるんでしょうね、人という。なんですかね、胃がかなり大きくない、こう喉までくるんじゃないですか、胃が膨れて、じゃないと考えられないですもんね。で浜崎さんもいっぱい食べるような感じで言ってますけど、やっぱり消化がいいんですか。食べたらすぐ出る感じですかね。かなり。あー、そうですか。ほうほうほう、まあ、それはそれで健康体っていうことでなんかいいような気がしますけどねっていうつながりでなんですけど、こんな感じ来てます。匿名なんですけれども、僕の変なところはこうもです。皆さん聞き取れました？聞き取れない。変なところはこうもです。ね、これ体のね、あの下の方ですから、出口となっております。人間の出口となっているところが変だと。なぜかと言いますと、疲れたら出てきて違和感感じます。座って押し込むか指で押し込みます。あら、そう、大変ですね。大変、大変ですねこれはね。でも私の、あの友達にも似てる人がいて、うん、口元が緩いっていう人がいるんですよ。全然違うから。本人曰くですよ、本人曰く、あのご飯とか食べてたらポロポロご飯が落ちるって言います。そんな人、はい、口元が緩いって言ってました。もうね、この友達よく喋るんですよ。だからだろ。私もそう思ったんですけど、でも本人が言うから、まあ、そうなのかなって。これのあれだよ、もう病院行くレベルですからね。病院行くレベルですか。あ、そうですか、はい、あ、そういうのがあるんですね、うん、あ、そうですか。手術したんだから。あ、あそこまで、うん、あ、そうなんですね。人間って不思議ですよね。同じ人間なのにやっぱりどこかちょっとポイントが違いますよね。うんうん。ツイッターがね、いろいろ出てます。やっぱりさっきのね、こんなしてから、あ、やらなくていいです。そんな、なんかちょっと具体的な感じで。さっき言ったじゃないですか、私匿名ってね、さっきのメッセージ気を使ったんですよ私。本当にもう、どんなですか、毎朝大変ですか。いや、押し込むのは朝は大丈夫。どんな時、ずっと立ってたりした時、もう本当に精神的じゃなくて肉体的に疲れたらそういう風になっちゃうんですか。プリって出てくる。プリって出てくる。染みません。強化されてる。強化されてる。何が。どこが。てかプリって。おー、ウケる。これ柔らかかったら大変じゃないですか、ちょっと下してるとか。でもその方が負担がないからね。あ、そうなんですか。うん、うん、ちょっとじゃあ長時間の飛行機とかは大変ですね。いや、座れるさ。あ、そっか、押されてたら問題ないんですね。そうそう。出口が押されてたら。そうそう、そっかそっか。あれもずっと立ってたらもう大変だよ、はい、あ、じゃあ
じゃあこの長時間の座るのは全然問題ない。あ、よかったですじゃあ。ね、さっきのね、あの関浜さんの何を食べても全然太らないっていうメッセージに対してカリンさんが羨ましい、この一言絵文字も何もないですよね。私もそう思う。そういう人ってさ本当にね羨ましいですね。旅行とか行っても好きなものをいっぱい食べれるんでしょ。私小食だから。わかるわ。旅行行ったらねずっと食べてる気がしてずっとお腹いっぱいなんで苦しいんですよ。でもいっぱい食べたよね。うん、なんかすぐこうお腹がすくとか消化がいいっていうのを本当に羨ましく思いますね。普通の人よりかも美味しいものいっぱい食べれるってことでしょ。羨ましいさ。ザラさん、沖縄旅行に行ったら FM ギナーの観覧ってできるの？できますよ。今あのね後ろにツイッキャス見てる方分かると思うんですけれども、私の後ろ窓になってます。この窓の向こう側から皆さん見学できますので、ぜひぜひ興味ある方遊びに来てくださいね。後ろから見たら私の頭部しか見れないんですけどそこはねちょっと我慢してくださいね、はい、それではこちらも紹介しましょう。はい、サイミーの山内さん、ミーの久しぶりやすさ、一体誰とどこで何やってたわけ。モーミーやびーしがある追求されてますけどね、すいません、仕事してました。ワン、見た感じ頭は髪の毛もない、痛風持ってるよ頭の中身も普通やか少ない。ヤシが痛風持ってるよ。ヤシが先週昨今にも話したけど、最近よ女の人よりメスに興味があるわけよ。目の前にミーノーとメス犬のメリーがいたら多分メリーに行きそうな感じがするやつさ。それとモーニングエイトの女子パーソナル邸がビキに来てもモーミーこっちおいでって手招きしても、ワンやカップが4個ついた特殊ビキにつけたホルスタインのところ行くはず。こんな私ミーノはどう思うかはっきり聞きたいです。アンシエ真横後からやって、痛風でよって今も痛風なんですか。痛風持ちってことじゃなくて今も発症中だとしたら大変ですね。今バックミュージックおかけしますのがクール&ザ・ギャングゲットダウン・オン・イット。ゲットダウン・オン・イット、いいねこのねミュージックに合わせて最後までお送りしていきますが、うん、メスの興味があるっていうのはこれ嘘だね女の人に惹かれるっていう要素は何ですかね山内さん。この人に惹かれるっていうのは、おっぱい、おっぱい、おっぱいが3つあればいいんですか運じゃないよ数が多ければ多いほど、多ければ多いほどいい。そうですか。形も大事ですよ。数だ、数ですか。あとこれは知り合いが言ってたのが、大きさでもないし形でもない、大切なのは感度だと言ってました何の話やねん。わからないです、私もこれ急に言われました急にその人の受け売りですけど、はい、そういうことを言う人もいますよ。僕は数です。世の中には数ですか。数が大事っていう人もいるんですねザラさん、俺も痛風持ってるって V サインできてます痛風か。女の人はなかなかならないですよね、うん、あんまり聞かないですね。男の人が良くなるものかなっていう印象ですけど。そうだね、うん、山内さんは大丈夫ですか。美味しいものばっかり食べてるイメージがありますけど。全然大丈夫ですか。いいから、うん、ああそうですか、いいですね健康状態は抜群だと、旅行だと。ほうほう、メール来てますよ。はい、すいません可愛いみのちゃん、おはようございます。昨日は久々に奈良に台風が来て通過しましたよ、うん、少しだけ沖縄の人の気持ちを沖縄の人の気持ちが分かり、やはりいいものではないですね。テーマですが、私は足の指の形が悪いです。中学の成長の時、窮屈な靴を履いた代償で中指が長く薬指が短くて形が整ってないです。しまった。ところで中日の岩瀬投手、プロ野球の最多登板記録を達成しました。稲田さん、金田さんの記録を超えるとはもう伝説の投手たちと並びました。奈良のクリエさんからということでね、すごいね、岩瀬投手、あれかな、
巨人の試合かな、中日対巨人の試合だったかな、ちょっと、ね、最後の終わり方はえっていう感じでしたけど、でもまあまあまあ言わせてほしい、よかったですね。でその前のさ、あの窮屈な靴を履いた代償で指の形が違うって、どんな靴履いてたんですか中指が長くて薬指が短くて整ってないってどんな靴履いてそうなってたんですかちょっと気になりますけど、窮屈っていうからちょっとね、あのサイズがちょっと狭いものなのかなと思ったけど、なんか形がちょっと違うような気がします ね、うん。あとこちらも北海道気分をということで、北海道の雪景色だとかね、綺麗な夜景の写真とか送ってきてくれてる人がいますよ、ありがとうございます。いいね、これ桜かな、いいはず。函館マウンテンさんから、マウンテンさんいつもありがとうございます。本当に沖縄にはないあの景色なのでね、いいなと思いますね。行きたい北海道、食べ物も美味しいって言うからさこちらもね、函館マウンテンさん本当に涼しんでくださいということでメッセージいただいてました、ありがとうございます。写真もありがとうございます。やっぱり夜景もいいわ。ということでお送りしてきましたモーニング8、ここが変で私の体ってお送りしました。皆さんいろいろあるんですね。みんなが変な、それではまた来週。一個最後に言えばいいのに、何かあったかな私の体、私頭が変でしたそれバカってことですか